こんにちは、ゆうこです。こんにちは、ひろしです。はい、今日は教えて〇〇コーチ。はい、ということでひろしコーチに来てもらいました。よろしくお願いします。今日はですね、初心者の方のお悩みなんですけど、まだ始めたばっかりの方でフォアのロブが、あ、フォアロブですか。はい、ちょっと苦手なんですって。はい、これはよく聞きますよね。やっぱよく聞きますか。はい、レッスンでも。そうですよね。なんか空振りしちゃったりとか、なんか当たってもなんかヘナチョコショットというかみたいなのしかいかないんですっていう悩みなんですけど。よく聞きますね。あ、やっぱよく聞くんですね。それのちょっと解決策とかポイントとかありますでしょうか。1個。はい、今日は絞りに絞って1個。じゃあそれをこれから教えてもらいたいと思います。はい、お願いします。では行きましょう。レッツゴー。ダメパターン。なるほど、飛んでます。なるほど、これよく多い。よくあるパターンですね。これよくある、よくあります。ダメパターン。解説をしてもらいたいなと思います。はい、今こういいパターンとダメなパターンと、はい、ちょっと両方やってもらったんですけれども、はい、ポイントを教えてください。はい、まあ、今日は、はい、まあ、振り方というかそこら辺はちょっと置いといて。あ、なるほど、はい、そういうことです。考え方。あ、考え方なんてあるんですか。はい、ポイント1個。はい、でその考え方が、はい、俺たちの目はどこについてるんだ理論というのがありまして。待ってください。俺たちの目はどこについてるのか理論、ちょっと初めて聞いたんですけど私。つまり目に注目しようってことです。あ、なるほど。俺たちの目はどこについてるのか。あ、目に注目して。目に注目しましょう。はい、で皆さんちょっと、はい、画面上でいいですけど、はい、まあ、前習いしていただいて。はい、前習い。はい、前習い。はい、でここからちょっと、まあ、10から15度くらいですね、外に向けましょう。はい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 。これですね、ここが、まあ、この範囲ですね。この範囲が右目と左目で両方で見える場所。へえ、はい、そうなんですか。100度くらいって言われてます。はい、それ以外は見れないんだ。まあ、ここから外側、ここから50度は右目のみ。へえ、ここから左目のみ。へえ、狭いですね意外と。そうなんですよ。でもっとちゃんと見るって意味だともっと狭まるんです。やば、はい、そうなんですね。ここまで100度だとギリ立体視できる。あ、立体的に見える。へえ、そうなんだ。右左両方で見える。なるほど、ちゃんと見える。なるほど、はい、そういうことなんだ。なんで、そうなんですよ。なので僕はこう50-150っていう法則って言ってるんです。はい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 。50-150、50右目の100、はい、右も左、はい、で、こっちの50左の。やっぱ100が少ないですね。そうなんですよ、はい、なので、まずそれを意識してもらう、はい、とフォアロブを打つと皆さんやりがちなのが、うん、足をまっすぐ出して外側で打つ、はい、見えないと思う。いや、めっちゃいます。めっちゃいらっしゃいます、はい、すごくよくある。よくよくあるよくあるよくあります。はい、なので、はい、これをただのこれですよ、先ほどのパスですよ。はい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 。こっち、ああ、じゃあそうするためには、まあ、こっち向けないといけないので右足こっち向けない。うん、すると見える。あ、じゃあ体の向きをちゃんと打つ方にまず向けてあげるみたいな。なるほど、はい、なので先ほどダメパターンで、はい、はい、
私ここら辺見えてません。はいはいはい。なんとなく見えてる。まあそれ当たんないですよねってことですね。すはい。なんか感覚で言って、うん。まあ特にバトンの最初習いたての人は当たらないと思います。確かに。はい、なので先ほどのポーズしてもらって、はい。まあ、ここだったらここに足を。はい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 。じゃあ前に足はもうちょっと出さない。前に出したい場合はどうしたらいいんですか、足を。前に出したい。はい。というのは一歩前の球を取りたいみたいな。一歩前の球を取りたいというのも。あーなるほどなるほど、さっきの真横じゃなくて斜め前も OK ってことですね。あ、そうですね。はい、はい、もっと前だったらもっと前だし、はい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 、もう高くありません。はい、はい、なるほどなるほどなるほど。あ、これどこの場所にも言えますね。そう、実はこれを身につけていくとバドミントン全部基本的でして、はい、ここだったらこっち、ああなるほど、めっちゃ大事な考えですね。そうですね、はい、なので50、150、はい、の法則。俺たちの目はどこについてるんだって言ってあげてください皆さん、はい、というちょっと目のこととかを意識して、はい、バドミントンやってみるとまた面白いかもしれません。 OK です。じゃあちょっとフォアロブで悩んでる方はぜひ、あ、それだったかもって思ってやってみてください。はい、じゃあひろしコーチありがとうございました。バイバーイ。